こんにちは。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 はい。すいません、ラジオ忘れてることないですか？税金を納めて。いや、それ忘れてることじゃないでしょ。何ですか？忘れてることないですか？なんか大丈夫ですか？出発する時間？出発する時間もまああと10分ぐらいですけど。はい。なんか忘れてることないですか？何ですか？10月3日忘れてることないですか？もう10月3日終わっちゃったんで。え、それそれもう私はあの見逃してるわ、完全に。10月3日。いや、そんな年じゃないもんね。そんな、いいもんね。そこ盛り上げた方がよかった。何が？いや、俺わかんない、俺ごめん。ねえねえねえ、いや、え、トミーの日10月3日10月3日、トミー。ああ、違います。え、違う、絶対それだと思ったんだけど。違います。トミーの日、まあ、トミーの日も忘れてたでしょ。盛り上げてほしかった。トミーの日も盛り上げるの忘れてたわけでしょ。いや、盛り上げなくていいかなって思っちゃった。どっちかっていうと。あ、そうなんだ。え、何ですか？10月3日何の日ですか？本当に分かんない、トミーの日と思ってたから。いや、そっちで頭いっぱいいっぱい。いや、でも何もやってないやん。それはそれで。ゆきりんさんの誕生日です。トミーの日に生まれたんだ。いや、違うだろ。いや違うね、全然なんか違う。どういうこと？トミーの日に生まれたんだ、ゆきりんさんって。まあでも、ゆきりんさんの方が先に生まれる。だから、トミーの日にゆきりんさんが生まれ…ん？ゆきりんさんの日にトミーが生まれたってこと？いや、違う、俺生まれたのは7月26日だから。違うのよ。じゃあ、ちょっとむずいですね。おめでとうございます。見てるんですか、ゆきりんさん？はい。すいません、急に。なんか、ちょっと自分たちのことかと思って、すごいふざけちゃったりしました。でも、今後とも。この間ね、あの脱出ゲーム、すごい楽しかったです。今度は、頭脳バトルしましょう。よろしくお願いします。ハッピーバースデー。これ何ですか？何？これ何？何が？突然カメラ回されて、何か、その、イキリンさんのチャンネルに載る動画です。チャンネルに載る動画？はい。なんでそれ言わないの？その、なんか、クイズってこと？いや、知ってるかなと思ったから、普通に回したらいけるかなと思っちゃった。めっちゃ失礼になっちゃってるって、なんで言わないで回すの？やめてってさ、印象悪くなるから、本当に。トミーの日でしょ、みたいな。言ってんじゃん。ツイッターとかでも全然気づかなかった。今から日付変更線を追っかけます。もう一回ギリな、多分できるね。ジェットとかで行ったら、うん、ハワイに今からあのひ、うん、またぎゃいけるかもしれないね。ちょっとまたいでこようかな。ちょっと仕事全部キャンセルして。いやいや、ダメだろダメだろ。仕事全部キャンセルして、ジェット乗ってハワイ行って、ゆきさん誕生日おめでとうございます。すいません、時差の関係でちょっと祝えなかったんですけどって。いや、むずいって。本当おめでとうございます。トミーは知ってたの？はい。でもなんか何も食ってないです。何も、それが一番の悪だって。知ってたらもう米俵を送ってるわけ。米俵いらねえだろ。俵から米すくって炊くのダリーだろ。今の時代よ、袋に詰めろやって言われるだろ。嬉しいかなと思ってやりますけど。ああ、そうかそうか。あ、そうなんですね。来年はじゃあちょっと盛大に祝おう、2人で。大丈夫か、約束して。ん？俺忘れるぞ。なんでそういう人なんだよ、お前は。お前なんでそういう人なんだよ。来年はだから、じゃあ米俵持ってゆきりんさんとこ行こう。持てるほど鍛えなきゃいけないじゃん、まず。いや、いいだろ、別に。大変だよ。ん？米俵無理。何する？来年の誕生日プレゼント決めよう。じゃあ、ちょっと今、だって今もう逃しちゃってるから。ゆきりんさんが欲しそうなんでしょ？うん。雪？雪ってつけたの親だけどね、多分ね。米だわら分の重さの雪。米だわらに雪詰めて持ってく。でも、ぬってこれ否定形だから雪はいらないんですってこと。まあそうだろうね、古文で言ったらなんとかぬって言ったら。ぬってことはいらないってことか。まあそうだね。まあ本名にぬついてないけどね。本名に絶対ぬついてないけどね。ゆきりぬさん、多分本名じゃないけどね。何持ってく？めちゃめちゃ性能のいい MacBook Pro。絶対喜ぶやん。100% 喜ぶ。これは絶対大丈夫だ、まあね。めちゃめちゃ高いけどね。てかまあ引くよね。その制作側に入ろうとしてきてんのかなとかね。そうだと思う。なんか強調されてそう。なんかね。
なんかそんなに重たいのもらってもみたいなね。いやちょっとおめでとうございます本当に。はい、で来年はちょっと祝いましょう、はい、祝いましょう、おめでとうございます。じゃあこれ送っときます。送っててください。いやちょっと前半の部分はちょっとカットしててヘラヘラしちゃってるから。いやここも絶対カットしてない。じゃあ最初のとこもう一回撮る。そしたらじゃあここ一回切って、一回切ってください。いくよ。あ、ちょっとすいません。あ、あそこのすいません、つむじ大きい人です。あの今日10月4日なんですけど、はい、10月3日ちょっとアクションがなかったんで。何？10月3日何の日か知ってます？え、10月3日？何かあったっけ？え、なんか見逃したことあるかな？え、ゆきりんぬさんの誕生日とかではないってこと？いやいや、ゆきりんぬさんの誕生日です。正解です。当然かよ、お前。知ってたんですね。いや、知ってるよ。あ、そっちね。トミーの日かと思った。あー、ごめんなさい。え、でもなんかアクション起こしてないですよね。してます。あ、そうなんですね。はい。もうなんか送ってんすか、もう。もうそろそろ届くんじゃないかな。ああ、ちょっとあれだったんだ、うん、贈り物の日付がまだ届いて、まだ発売してないの。それで何送ってんすか。 PS5 抽選当たったんすね、うん、もうじゃあ PS5 が、ゆきんさんの家にもうちょい、どんくらいですか、あと3日とかですかで届くと。発売してないね、まだ。抽選が通ったってことですか。あ、そうそうそう、通ってゆきんさんの他に発送してるってことですね。これ今めんどいこと言ってんな俺。11月12日だよね。申し訳ないけどさ、間に合わないけど、ゲーム好きじゃん、ゆきりん。一番いいそのプレゼントにした方がいいなってことで、ね、そう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 。そっか、でも確かに喜ぶわ PS5。 俺分からんけど PS5 一番いい、当たんないって言うもんね。当たんない当たんない、あれはもう。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ大変だったんだから。それ当たったから逆に変になんか その褒めだらとか、そういうよくわからんの送るぐらいだったら PS5 送った方がちょっと時期は遅れちゃうけど嬉しいんじゃないかってことでね、うん、そうですね。値段ちょっといくら4万だね。まあ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 、まあ、オークションだったら20万だった。いや、オークションじゃない人だって4万の純粋でいくでしょ。大丈夫です。4万のやつを送るってことでしょ。まあでも4万だったら、まあ同業だったらまあ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 、いやいや全然めでたいことですから、うん、お世話になってますし。本当だよ。じゃあそろそろ届くということですね。そうだね、11月にはなってしまうけど。あ、そうか、11月は何じゃっけ発売。11月12かな。じゃあ13の午後に届くですね。まあ11の夜に届くかな。ちょっと早いのよね。ああ、そうなんだ。じゃあ11月11日の夜に届くと。まあ遅くて当日かな。うん、12ね、わ、うん、かりました。そうです、ね、じゃあ発送したみたいなので、事務所経営なの、それともその直で家に送ったの。トツ俺が行きます。あ、持ってくんだ。もうポストに入れます。まあ、なんとかしている。いや、そうです。いや、違うな、ちょっと待って。もう違う。違うってこれ。わかりました。じゃあ、それであれば。何ですか？ PS5 プレゼントできないって。なんて、ずっと買ったんじゃないの？じゃあ、はい、今のところは前に。じゃあ、もうコメントのくだりもいらんでしょ、別に。これ今のところだけ送ればいいでしょ。送りましたっつって、はい。ということで、はい、おめでとうございました。ちょっと僕らからの、プレゼントは遅れてしまうと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと11月入ってからお楽しみということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。 OK です。ちょっと一斉プレステ5どうしたら買えるかな。ちょ買ってないやん。え、俺ら分はあんの。じゃあ俺ら分の送るしかない。そうしよう。あれ出した本当に。いや、このタイミングでワタパチ食ってるやん。おめでとうございます。ということで、はい、企画発表します。企画発表しましょ。一斉俺らが頼んでる料理わかるか。おお。一斉今から UberEats でちょっと隠れて注文してもらって、うん、一斉は一斉でちょっと俺らが頼んだ UberEats は。いや、一斉は無理よ。いや、ただこれめっちゃ恐怖なのが、こことかこことかがありえるっていう。確かにね、やめよう。え、自信ないってことですか。すごい嫌だもん。なんでじゃあこっちでいいじゃんとか、じゃあこっちでいいじゃんみたいに言う人がいるわけでしょ。いねえだろそんなやつ。急にその選抜争いみたいになるわけでしょ。まあそのファンはすごいこう複雑な気持ちになるかもしれない。それはよくないよ。だって揃えようっていう企画なんだから。ああ、そっかそっか。俺らが言っちゃ、まあでもそれを証明すればいいから。それやろう。
やっぱり。ちょっと自信一回なくなっちゃってたけど。うんうんうん、はい。お腹空いてるでしょ？めっちゃ空いてます。じゃあやろう。一斉のその今撮ってるやつ。でも俺らのこと撮り続けてね。むずっ。めちゃくちゃむずい。ということで。お腹いっぱいやね。そういうのも何にもダメだね。なんかさ、もう最近食べ終わった後、急激な眠気来ちゃうんだ。わかるわかる。誰だっけ？やば。僕らに揃えるのなんか頼んだと思うんですけど、はい、揃ったのかどうか気になりますね。何かちょっと出してよ。いや、俺ラーメンなんじゃないかなと思ったけどね。うどんじゃね？うどんじゃね？いや、だから、俺らはそれ頼まんやん。うどんじゃん。いや、うどんです。え、花丸とか？いや、なんか一番近いところ。いや、すぐ食べたい人じゃん。めっちゃお腹すいた。それでは、結果を発表したいと思います。はい。何？3人揃いませんでした。ああ。この結果発表今のびっくりした。これドッキリなのかなって身構えたもん。どういうドッキリだよ。いや、なんか今日のもう仕事から全部ってこと？確かにそれならありえる。それならありえる。ということで、違いました。むずいね。むずい。まあ、次これ食べて、次すぐ頼んでくる。え、マジっすか？はい。なんすか？ねえ、俺、ツイッセちょっとニアピンじゃない？なんで？うどんで、俺、え、うどん頼んだの？出ます。いや、怖っ。一品目がうどんだった。ああ、そういうことね。絶対頼まんじゃんみたいに言われて。あれじゃない？いや、俺もうどんの線あったわけ、2回目。え、一斉の身で食べたくならんかった？違うよ。普通にその前頼んだ。あ、頼んだね。あれ？もう意味わからんけど。もう若いっぽい。いつの話してんだ、それ。全然。ないね。いや、食べたくはなってたんだよ、うどん。もう頼んでたんだっけ、その時。頼んでますよ。ちょっと近いんだ。ちょっと強かった。いや、でもまあ、2品目だから。ってことは、今が一斉2品目頼んでたやつを、次トミーが3品目頼んでるってことだ。え、一斉何頼んだ？マジで、マジで全然違う。何これ何これ何してんの、マジで。え、440ブロードウェイ。何してんの？何これ何これ。いや、いいよ、僕。はい。え？マジで、おにぎり。こういうの見たことないんだけど、俺。これブリトーです。ブリトー頼むかね。いや、あの友達だぞ。じゃあブリトー頼んだ。1個目肉食べたから、いや、あの注文した時点で、いや頼むわけないなと思ったけど、うん、食べたいなって。ブリトーブリトー食べたいなって思った。ブリトー初めて見たの。ブリトータピオカはもうちょい後で頼むんかなとか思って、うん、そうね、まだなんか食べるだろうなと思った。まさかのもうその時点で。いや、俺マジで3個目むずかったんだけど、注文タピオカ、3個目タピオカやん。2個目でタピオカ行った時の3個目めっちゃむずくない？そう思いながらやりました。でも俺マジで、まだわかんないけど、マジでこれは合うと思った。次、うん、さすがにこれで幸せじゃんっていう。お前つってんなってミスったんだよ。暴走した瞬間はあったんだよね、信じるのなんでなんでそういう企画じゃないやん。もうちなみに俺も結構お腹いっぱいだよ。もう4品目とかもう先細りがすごいよ。でも俺4品目まで決まってるわ、それで言うと。あ、俺も4品目まで決まってる。あ、ほんと？え、じゃあ3品目我慢してくろう。あ、なんでだよ。クロスしてる可能性ないですか、3と4で。あー、でもそしたら言うわ。言わないと次さ、自分だっていう。はい、大丈夫です。